インド小の癌は、ツルモクのガンカシロ白原の癌属に分類される鳥類。別名カンザしの癌。インド北西部中から11月に、インド中部から南部にかけて移動し、ネパールへ移動した例もある。全長す 46cm、メス 51cm。体上面は、高褐色の羽毛で覆われ、アルファベットの V 字上及び細かい黒褐色の反紋が入る。交際は、 単行色。くちばしの色彩は黄色で、くちばしの先端や峰は肺褐色。胞子の色彩は肺黄色。繁殖期のオスは頭部や頸部、耐火面が黒い羽毛で覆われ、後首から側胸にかけてと喉は白い。口頭に先端がヘラ状になった羽毛が3から6本伸長する。オスは非繁殖期も含めて、上う服や風切り派が白い。 幼鳥やメスの成長、批判食器のオスは全身が高褐色の羽毛で覆われる。本種のみでインド省の岩属サフィアタイズを構成する説もある。稲荷からなる草丈が長い草原に生息するが、牧草地、農耕地、森林に生息することもある。白明白母性。植生は雑食で、植物の葉、根、種子、昆虫、タワシ類、カエル。 爬虫類などを食べる。繁殖形態は卵生。オスは草原内の一定の場所で鳴き声を上げながら垂直に羽ばたき低空飛翔、元の場所に滑空するという行動を繰り返してメスに求愛する。婚姻形態は卵婚性と考えられている。7から11月の雨季に草原や農耕地の地面を掘ったくぼみに1回に2から5個の卵を産む。 開発や放牧による生息地の破壊、狩猟などにより生息数は激減している。1994年における生息数は2200羽と推定されている。ありがとうございます。